はい、裏面ダウンのこれドリルです。裏面ダウンね、最初難しいですね。なんでこんな裏で打つ感覚でボールなんかまっすぐ飛ぶのって思うんです。それをじゃあ小さい動きで覚えましょうよ。まずね、ウェッジを短く持っていただいて、こう膝の高さでいいです。膝の高さでまず素振りしてみましょう。ここからヘッドこう落とさないです。ここからこの高さをキープしてこういう風に振る感じ。こう、まずこうです。体入れてみましょう。右の肩と連動しましょう、ね、連動するっていうのはこのフェース裏のトゥー側ですね。トゥー側、トゥー側がこういうふうに回るんですね。回りながらこう、絶対これ動かさないです。このままこう、その時に空中振ってるんだけど、なんか意識をここに持ってきてください。裏の上部、こういう感じです。ちっちゃいスイングです。手を振らないです。こうです。ちっちゃいスイングです。これだけです。体入れていくだけ。こう上げて膝の高さ、位置エネルギー変えないで体入れていくだけです。飛ばしませんよ、これ。こうです。裏面が吸ってますよね、最後にね。これだけです。体入れていくだけ。悪いのは手をこうアクティブに使って目標庫に出す。こうなります。これダメ。位置エネルギーを変えない、ね、ちょっとこのテコの原理でこっち側ね、グリップに倒す感じでバックスイングする。膝の高さ、ここから位置エネルギーを変えないで体入れて右肩と連動する。これだけです、ね、これ裏面を覚える、これ第一歩です。これ、ね、左手難しい、全然難しい、動かしてないんですから。トップの位置決めたら体を動かすだけです。これは決して難しくないし、女性でもできます。これで裏面ぜひ感じてみてください。